どうも、アストロ&バードフォトグラファーレニフです。今日はね、ちょっとこんな感じで森の中をですね歩きながら、鳥をね、探して、そして撮影をねしようと思います。ちなみに今日来てる場所はですね、ちょっと初めての場所なんでね、こちらのコンデジで今日は撮っていきたいと思います。どうですかね、ちょっと声はさっきからするんですけどね、撮れるかどうかっていうのはまだわからないですね。それとちょっとこうやって歩きながらですね、雑談ということも今日はね、やってみたいと思ってます。風が時折出るからですね、その風の音がですね入ってしまうかもしれませんけれども、その点はねご了承ください。できるだけですねなぎの時にこうやって収録しようとは思うんですけどね。さてさて、それじゃああとはですね、肝心の鳥が出てくるかどうかというとこなんですけど、あとそうだ、近くに鳥が来たらねこんな感じで小声になるかもしれませんけれども、その時はですね、ご了承ください。それではですね、よろしくお願いします。ピントが合わんな。ピントがで今ね一応ですね、撮ってみたんですけど、距離的にはですね十分撮れる距離だったんでね、撮ってみたんですけど、見事にですね前の枝の方に持っていかれちゃって、いい感じの写真はですね撮れなかったです。この鳥ですね夏鳥だったかな。今までですね近所では見たことなかったんで、せっかくね今日こういった森歩いてるんでね撮ってみたかった鳥の一つなんですけど、もうちょっといい場所に来てくれないとね、あれですね写真としてはなかなか、難しいですね。どうかな、鳴き声はですね分かりましたんで、もうちょっとね散策を続けてねいきたいと思います。他にもいろんな鳥鳴いてるからね。しかしあれだ、虫が結構多いね、やっぱ。いやほんと場所としてはですねいい感じのところで、鳥がねうまい具合にですねこういった岩ですねここに止まってくれればねかなり写真としてもねいいんですけれども、どうかな。あれだね、だからここさブラインドテントにこもってずっと待ち伏せてた方がね写真としてはいいものが撮れるかもしれないですね。いやでもね虫が多いからさ虫が多くてさめちゃめちゃ刺されるの覚悟の上だよね、それはね。で今聞こえてるのがヒヨドリが相変わらず鳴いてるのと、シジュウカラと時々コゲラといったところかな。鳥の姿も見えるけどね、なんかちょろちょろしよるけど、歩いて行ってみるか。さてさて、いかにもな感じのところをね今歩いて行ってます。どうかな、一面緑やね。新緑がめちゃめちゃ綺麗。問題は鳥がいるかどうかなんだけど、ヒヨドリがいっぱい飛んでるんだけどな。しかし今日歩いてると暑いな。もうねまだ日陰はね木陰はねまだ涼しいんですけど、こうやって日向に出るとね汗かきますね。暑い暑い。こことかいい感じだな。木があんまり高いとですねみんな鳥が上の方行っちゃうから、ちょっと見下ろせるぐらいのところがいいんですよね。こことかがだいたいアイレベルだから、うんいいかもしれない。ちょっとここで待ってみるか。鳥の写真はねちょっとまだあんまり撮れてないんだけど、蝶はねそこそこいい感じにね、撮れましたね。超いい感じっていうわけではないんですけど、なんていうのかな、この背景のね、グリーンとか結構綺麗に出たんじゃね、ないでしょうか。肝心の鳥がね、なかなか撮れないんですけどね。ウグイスが近くにいますね。実はね僕ウグイスが撮れたことないんですよ。いつもどっかで撮ろうとは思ってるんですけどね、なかなかまず姿発見するのが難しいし、警戒心強いからね結構難しいですよね、ウグイス取るの。ウグイスいるのこの木の上の方か。そうなんだよね、鳥って基本的にさ木の上に木の上に行きたがるから、なかなかですねいい感じのところに来てくれないからね、辛抱が必要ですよね、そういう時はね。いやー、なかなかですね、こういい感じのところにね鳥が降りてきてくれませんね。まあ野鳥撮影って大抵こういうもんですよ。なかなかですね、狙った場所に来てくれなくて、まあ、それをずっと待ち続けて、一瞬のねシャッターチャンスをものにするというところがあります。それで歩いてるとね、こんな感じでちょっと人気のあるところに出てきましたんで、まあ、人気があるっていうか舗装されてるって言ったらいいかな、まあ、ちょっと建物とかもあってね、まあ、ここら辺でちょっと雑談をしてみようかなと思います。今日ですね持ってきてる機材なんですけど、まあ、先ほども紹介しましたけど、まあ、こちらのね、まあ、コンデジの発展系って言ったらいいかな、まあ、ネオ一眼と呼ばれることもあるんですけど、まあ、こいつですね、ただ基本系はコンデジなんで、センサーはですね 2.3 分の1型とめちゃくちゃちっちゃいやつが使われています。でそれでいて画素数が1600万ありますので、おっとっと滑りそうになった。かなりですね画素ピッチが細かいんですね。でそれでいて焦点距離はどうなっているかと言いますと、テレ単側がですね 1200mm で、かつ F が 6.3 なので、基本的にですねテレ単側っていうのがかなりのオーバーサンプリング状態に、ねなっているわけです。でまあ野鳥撮影ってね考えてみると、基本的にはそういう状態で撮影することが多いかなと、まあ、オーバーサンプリングでね、撮影することが多いかなと思います。まあ、大砲レンズが、ね、あれば別なんですけれども、まあ、大抵 600mm ぐらいになってくるとですね、まあ、F6.3 とか、まあ、現実的に買えるレンズだとそれぐらいになってきますし、まあ、さらにそこからテレコンとかを、ねつけますと普通に F8 とか、ね、F9 とかに、ね、なってきますよね。でその画素ピッチとその F 値の関係なんですけれども、大体どれぐらいがいいかと言いますと、その F 値がそのまんまですねマイクロメートルで表した時の画素ピッチになってるとね大体いいと言われています。だからF6.3 だったら、まあ、センサーのね、ピッチが 6.3 マイクロぐらいが、まあ、ちょうどいいと言われていますね。まあ、これはね経験則的なところも、あってですね、もうずっと前かな、20年ぐらい前なんですけどね、冷却 CCD とか出てきた時に、まあ、天文の方で、そう言われていました。まあこの大体 F 値イコール、画素ピッチかっこマイクロメートルっていうのは実はですね解説っていうものをね、取り入れて計算してやるとですね大体同じような結果が出てきます。まあ、若干ファクターがかかりますけれども、ファクター 0.8 とかそれぐらいがかかりますけれども、本当にですね経験則と大体合ってるんですよ。で天体の方ではねどちらかというと今ねかなりアンダーサンプリングで撮影していることが多いですね。まあ、レンズの F 値めちゃくちゃ明るくなってますけれども、画素ピッチの方がまだね、4とか3とかなんで、まあ、まだまだですね、高画素化する余裕ってあるんですけど、逆に野鳥はですねF 値暗いから、あんまり高画素にしてもね意味あるのかどうかっていうところがねありますよね。ただねこれで撮っててなんですけれども、基本的にやっぱね曇ってる状況下ではその通りでかなりもやっとしたね、絵しか撮れません。あれなんでこんなに 1200mm もあるのに改造しないんだろうと思うことが結構ありますね。ただ一方で晴れてる時ですね、本当に条件がいい時に限ってはビシッとですね、なんていうのかな、自分が思ってる以上にね改造してくれることもあるんですよ。でそれがですねちょっとね、今不思議だなと思ってるところがあるんですけど、まあ内部処理とかがね、うまくなってるんでしょうかね。だからその解説で、まあ、本来はね、限界が、まあ、決まってるところがあると思うんですけど、保管がうまくいく場合なんていうのは内部処理の方がね、その画像処理の方がね僕あんまり知らないんで、よくわかんないんですけれども、まあ、うまくいく場合がね、あるのかもしれませんね。まあ、だからね、結局何が言いたいかっていうと、まあ、次機材買うときにですね大体そうだね、だからあんまり画素ピッチ細かすぎるやつだからマイクロフォーサーズとかにしてもですね、多分今使ってるレンズをね、そのまんま使うんだったら、お、鳥が来た。ちょっと一旦中断、いいとこに来たね。よいしょ。あれだ、ちょうどですね光があんまり当たってなくてね、潰れてるような例ばっかり取れてますけれども、いやーなかなか難しいね、やっぱりね。いやー一番最初のところがね一番良かったかもしれない。あれが最初で最後のシャッターチャンスだったかな。で何の話してたんだっけ。そう、レンズの F 値と画素ピッチがね、大体どれぐらいがいいかという話をしていて、まあ、その後機材がね、どういうものを選べばいいかという話をしてたんですけど、まあ、だからねあんまりそのカメラの画素ばっか上げればいいというわけではなくて、まあ、レンズとのバランスっていうのもね、ある程度は必要になってきます。ただまあね野鳥撮影の場合はそう襟好みもねあんまりできないところがありますんで、もうどうしてもですね焦点距離伸ばすためには F 値暗くなっちゃうってところもありますんでね、ある程度そこら辺許容して考えなくてはね、柔軟に考えなくてはならないところもあるかもしれませんね。いやーしかしあれだ、木陰が気持ちいいね。ずっと歩いてきたからさ、特にこの日陰とねそよ風が気持ちいいですよ。暑いなやっぱり。もう5月も中頃になってくるとね、ちょっといいところに椅子があるからあそこで座って休憩しよう。ああこれもみじだね。秋になると綺麗なんだろうな。やっぱ GoPro がね完全にフリーズしちゃったよ。もううんともすんとも言わないんだけど、マジ強制終了しようか。収録に使ってた GoPro が何にも言わなくなりましたね。これすら受け付けない。どうすりゃいいのこういう時。電池抜くか。怖いな、でもデータ吹っ飛びそうでね。急に固まっちゃった。なんかねGoPro もフリーズし始めましたし、まあ、ちょっとね2時間くらい歩いてて、歩き疲れましたんでそろそろ帰りますか。まあね写真としてこれっていうのはねちょっとなかなか撮れなかったですけど、今まで、出会ったことないね、鳥に出会えたんで、まあ、それだけでも良かったかなと思います。それじゃあ、ちょっとね、帰ります。はい、こんな感じで森の中を散策しながらですねちょっと鳥を探してきたんですけれども、まあ、途中ですねこう歩きながら雑談とかもね、混ぜてみたんですけれども、なかなか実際やってみるとね、僕には難しかったですね。どうしてもですねこう歩きながら話しながら考えながらってなるとねいろんなことをこなさなくてはならないので、そこら辺がね、なかなか難しかったです。まあ雑談でね、言いたかったことは、まあ、本当ならですねその画素数とそのレンズの F 値ってね、うまく合わせる必要があるんですけれども、まあ、だから例えばですねフルサイズの4000万画素、まあ、APS-C だったら2000万画素ちょっとかな、まあ、それぐらいのカメラを使うなら、428とかを用意してそこにね、まあ、1.4 倍テレコンぐらいがベストマッチになってくるんですけれども、ただそうなるとシステム全体の値段っていうのがね、めちゃくちゃ高くなってしまいますよね。まあ、それがですねご購入できる方はいいんですけれども、みんながみんなそういうわけにはいかないと、まあ、僕もその一人なんですけれどもね、まあ、だから野鳥撮影の時はですねある程度そのオーバーサンプリング覚悟で、機材をね選ばなきゃいけない時もありますよね。まあ最近はですねその内部処理とかもだいぶ進歩しているようで、条件のね、いい場合にとってそれであとはカメラに何とかしてもらうという方法も、まあ、ありなのかもしれません。ただまああんまり画素数だけ刻みまくっても、意味が、なくなってきますんでね、まあ、そこら辺はそのケースバイケースでですねいろんな機材の組み合わせ選びながらという形になってくるでしょうか。まあ、実際に組み合わせてみないとですねそれで撮ってみないとわからないこともねありますし、それで今回ですねちょっと散策しながら本当はですね鳥の写真をねこういう写真が撮れましたっていう紹介したかったんですけど、ちょっとですね鳥の方はあまりねいい感じのが撮れなかったかなと、まあ、その代わりといってはなんですけれどもこうネイチャーっていうですね、くくりで考えると、こちらのね、蝶の写真なんかは、なかなかよく撮れたかなと思ってます。新緑のね、背景のグリーンがね、なかなか綺麗だし、その蝶と花とその緑という感じで、なかなかね今回撮れた中では、いい写真だったんじゃないかなと思います。キビタキがいたんでね、それ撮りたかったんですけれども、どれもですねちょっとピンボケだったり、枝がかぶってたり、あるいは黒つぶれしてたりしてですね、あんまりですねせっかくキビタキに出会えたんですけれども、なかなかこれという1枚は今回ちょっと撮れませんでした。このままだとですね野鳥関係の話なのにその鳥の写真がね、ないということになってしまうんで、最後にね最近撮った写真の中で、一番自分がね、良かったというものを、1枚ほどね紹介したいと思います。それがですねこちらです。こちらですね、そのカワセミの幼鳥のね、写真なんですけれども、幼鳥ということでちょっと色はね、くすんでいますけれども、その可愛らしい感じとかはね、なかなかいいかなと思ってます。最近ねその XT30 と SIGMA150-600 でね撮った写真の中ではこれが一番ね良かったかなと思ってます。インスタとか、Twitter とかにもアップしましたんでね、ぜひそちらでもご覧ください。まだまだね、背景とかもうちょっとどうにかしようがあるのは思うんですけれども、ただとにかくですね鳥にかなり今回近寄れたんでね、幼鳥って基本的に怖いもの知らずで結構近寄れるんですよ。で今回もだいたい 4,5 メートルぐらいで撮れたんで、そのおかげでですね、なかなかの改造感で撮れました。そこがね、良かったかなと、個人的には思ってます。それではね、今日はともかくこれぐらいでお話を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。